はこの蒸留酒が実は意外と合うのにゃ。まあこのコーヒーというお水、地中から湧く油のように黒々としております。エウロペ、コーヒーは見た目ではなく、まずは香りを楽しむものなの。天使の姉ちゃん、またいきなり。ガブリエルさん、来てたんですね。得意点、みんな。おう、久しぶりだな。ミカちゃんも誘ったんだけど、断られちゃったのよ。団長様、ごきげんよう。コーヒーをご存知ですか？ぜひこの香りを嗅いでみてください。恥ずかしながら、これまでいただく機会に恵まれませんでした。どことなく森が焼けた時の匂いに似ているような。ロペニャンも食レポは独特にゃ。お酒で割ったのを飲ませたらどうなる。まあ団長様とガブリエル様の前でお酒など。私、あら、それはいいわね。団長か、君らもコーヒーを飲みに来たのか。なあ、そうだぜ。休憩中の十二神将も連れてきたんだ。アニラ姉ちゃん、あの女。ガブリエル殿じゃの。団長殿たちと仲の良い青少女。普通の姉ちゃんに見えるけど、四大天使っていうすげえ青少女の一人なんだ。ところで、このお店、サンダルフォンさんは昨日からここでお店を開いてコーヒーを振る舞ってるんですよ。経営修行にいいかと思い、私が勧めたんです。考えてみれば、街で見かけるこういう屋台もテントみたいなものじゃないか。その通りですね。組み立てが簡単で移動も楽ちん。コーヒーだ。本殿が気を利かせてくれたの。わしは入れるぞ。苦いのは苦手だからな。じゃあ私も。せっかくあるわけだし。うしししし、私は牛乳も。それじゃあ俺っちはダメ、やめて。まあ昨日の酒がまだの。キャンプで飲むコーヒーは格別ですね。コーヒーにいろいろなこだわりを持つキャンパーさんはとっても多いんです。そうなんだ。で、ふう、気持ちよいの。鳥の鳴き声や森のさざめきを聞き、ほっとするというか。うん、でも暑い。この暑さでこのコーヒーはな。昨日よりもだいぶ暑。そろそろ夏本番ですからね。昨日はお店が盛況でしたけ。そうか、さっぱり仕上げたつもりだがな。うむ、確かに美味ではあるがの。この暑さは。またそれか。コーヒーの味と向き合えば気になるほどではない。コーヒーもそうですが、この暑さだと会議。熱々ジメジメで会議どころじゃない。そういえば、暑いってことは焚き火ができないってこと。でも料理するのに火は。お気づきですね。汗はたくさんかきますし、冬ほどの危険は。ふむ。団長様、そして十二神将の皆様方。どうしたんだ。暑さに苦しんでいらっしゃると。お見差し出がましいようですが、このエウロペ君、このようにいたします。
私の力を使いました。これでコーヒー、どういうこと？あれ、なんかちょっと涼しく、そうかも、なんだかひんやりしてきたね。おいおい、こい、はい、私です。この私からのささやか、我らはあくまできっかけに過ぎぬが、ねえ、なんだかコーヒーがさっきよりも、そうだね、じんわり。なるほど、水の元素を操作したのか。お褒めに預かり光栄です。サンちゃんのコーヒーをより深く味わえるのは結構なことだけど。十二神将会議のことだぜ。このキャンプはそもそもそのついで、うん、面白い悩みね。面白い？いえ、もっと言えば悩む必要なんてあるのかしら。私も同感だな。わしたちは苦手なことをできるようにしたいんだぞ。自覚がないのね。自分たちの特性を理解しているようで時に理解していない。何の話をしてるのにゃ。あら、いいわね。おい、もうコーヒーを酒で割るというより酒で薄めているようなものじゃないか。ダルニャンはうまいこと言うにゃ。何だったんだ。青少女の考えることはいまいち理解できぬ。どういう意味なんだろう。キャンプがうまくできるように頑張ってるのにな。意味はわからなかったけど、とにかく涼しくなってよかったよね。そうだね、エオロペク。それじゃあオイラたちは行くけど。大丈夫。ほら団長、見て見て。うわぁ、上手。おう、昨日も同じこと言ったけど、結局オイラたちの出番はなかったね。いや、そうでもないぞ。そう言ってくれるだけで心強いからな。うむ、なるべく自分たちだけでできるように。あ、それじゃあ俺っちもは。サンダルフォンさんが持たせてくれたこのコーヒーもなんだかリラックスさせてくれるよね。すごく優雅。うん、涼しいから。まさにおしゃれキャンプだな。クビラさん、もしかして寒いです。ありがとう、そうするね。私寒いのが苦手。こっちに来ると良いぞ。ありがとう、アニラ。少しずつ進めてたら形よっ。それじゃあつ、ちょっとなあ、エウロペに行って寒さ。そうですね。あれ、十二神将だし、リコ？どうし、ここで美味しいコーヒーが飲めるって団長に聞いたから来てみ、いないじゃと？っていうか、この、むちゃくちゃだし、ここだけ、おい！ここにいたがうか？それがいないんだ。え？サンド、おや？おかしいよこの寒さ。なんと。なんだいなんだい、どうしたっていうのさ。おい、ちょっと待て。ありえないです。この時期のグロース島に。寒いのは嫌い、
エウロペを探さないと。待ってほしいですよ。もはやわけがわからない。ロペ姉さん、私探してくるよ。フワン殿。あれ、おかえり。おかしい。もうすぐ。いや、視界不良の中ではよくあること。迷わずに済む。あまりにもバカバカしいことだが、他に選択肢はないな。団長、分かってるか。キャンプファイヤー。言ってみれば大きな焚き火のことだ。大人数のキャンプ。個別に分かれて資源を分配している余裕などない。皆で固まって過ごすべきだ。となると大きな火を焚いて暖を取るのが最善のはず。寒い。ファイ殿、心配することはない。私は全裸で遭難しかけたことがあるが、こうして無事に。たった今心配事か。さあ、冬支度を行うぞ。燃えるものを何でも集めるんだ。あ、まさかシェロカルテ。いいえ、これは遭難。